人魚姫の像は、ハンス・クリスチャン・アンデルセンの童話、人魚姫をモチーフにしたブロンズ像。デンマーク・コペンハーゲンにあり、観光名所として知られる。人魚が人間に姿を変えていく様子を描いた像。岩の上に腰掛けた姿をしている。コペンハーゲン港北東部には1662年に建設された星型の要塞、カステレットがかつて存在したが、現在では、 公園となっている。カステレットの北側の岸辺、ランゲルニエフ島にこの像は設置されている。コペンハーゲンのシンボルであり、有名な観光名所でもある。通常は岸から数メートル先の会場にあるが、干潮時には歩いて像まで行くことができる。2020年の共同通信の報道によると、年間100万人以上が訪れ、特に中国人観光客に人気だという。 高さ1.25メートル、重量約175キログラム。作者のエドバルド・エリクセンがのモデルといわれる、エレンプリース・カラダのモデルになったエリーネ・エリクセン。人魚姫の物語を演じたバレエに感銘を受けた、カールスバーグ醸造所の創立者の息子、カール・エコブセンは1909年、彫刻家、エドバルド・エリクセンに人魚姫の像の制作を、要請する。 1912年9月14日の試験的な設置を経て1913年8月23日、現在の場所で、高級的に公開された。そのバレエの主役を演じ当時デンマーク王立劇場のプリマドンナであるエレンプリースがモデルとして予定されたが、彼女が裸体モデルを拒否したため頭部のみのモデルとなり、エドバルドの妻エィーネ・エリックセンが首から下のモデルとなっている。 アンデルセンの原作では腰から下は魚だったはずだがこの人魚像は日本足の足首のあたりまで人間でそれ以下が魚のヒレになっているそれは死体のモデルになったエリーネの足があまりに美しく鱗で覆うのが忍びなかったためとの説があるエリーネ・エリクセンの妹のインゲボルグ・シーバルセンは日本で俳優・タレントとして活動した E.H. エリック 岡田雅美兄弟の母である。人魚姫の像は、バンダリズムの対象となり、幾度も損傷を受け、その度に修復されている。特に断らない限りを出展とする。1970年、大分市の水族館にこの像のレプリカ到着。デンマーク国外としては、世界初。現在日本国内には、大阪港、名古屋港、愛知県安城市のデンパークなどにある。 日本国外では、マーメイズ・オブ・アースに記載されているだけで少なくとも13カ所に、この像の損傷を受けていない複製が設置されている。カリフォルニア州、ソルバング、アイオワ州、キンボールトン、ピアトラネアムツ、トレホンデアルドス、ソウルにもある。なお、出展によると、コッペンハーゲン港に設置してある像自体がコピーで、オリジナルはエリクセンの子孫により公開されていない場所に、 保管されている。コペンハーゲン市議会は、2010年の上海国際、博覧会の間、デンマーク間でこの像を展示することを可決した。像が上海にある間、コペンハーゲン近郊のチボリガーデンズの湖の岩の上にコピーが展示された。2010年11月20日現地時間14時、現の場所に戻る。経済産業大臣ブライアン・ミコルソン、市長フランク・ジェンセン。 中電マーク中国大使主ンシェングが帰還のセレモニーに参加した。この像は作者の死後70年の2029年まで著作権で保護されている。エドバルド・エリック・センズ・アー・アィンジャー・アイ・エスという会社が著作権を管理しているが、それに基づき、いくつかの彫像に対して訴訟が提起された。2018年現在、像のレプリカはネットを介して購入できるが、 エリクセンの孫のアリス・エリクセンの許可を得ている。ウィキペディア・デンマーク語版では、この像の写真は加工され、像の外見がわからないようになっている。世界三大スープ言えますかでは、コッペンハーゲンの人魚、シドニーのオペラハウス、シンガポールのマーライオンを、世界三大がっかりとする。ただしこの定義は文献によって異なり、図解世界の三大なんでも、実典では、 シンガポールのマーライオン、コッペンハーゲンの人魚姫、ブリュッセルの小便小僧、シドニーのオペラハウスが加えられることがあるとなっている。AB 地球の歩き方編集室、北欧2018から2019年版ダイヤモンド、ビッグ社、地球の歩き方 A29、2018年6月6日、71、78、84。 ISBN 978から4から478821923。AB 人魚姫像に香港解放落書きデンマーク首都コペンハーゲン。AT-S.com 株式会社静岡新聞社静岡放送株式会社2020年7月9日閲覧リトルマーメイドコペンハーゲンデンマーク .net 2018年10月30日閲覧トラベリングリトルマーメイドツーリーサーフィスインコペンハーゲンバイビデオインディペンデント2018年10月30日閲覧ザリトルマーメイドコペンハーゲンピクチャーズ2018年10月30日閲覧田辺悟るモと人間の文化史143人魚法政大学出版局2008年 206ページ。ISBN 978から4から588214318。神谷敏郎、人魚の博物詩試作者。1989年。12ページ。岡田美里。マーメイドは、祖母のお姉さん。まだ見ぬものがあるところ。2018年11月1日閲覧。AB、オルター SCHTZT。T Z T レユンフラオニヒトボアラバウケン。デアスピーゲル。2018年10月4日閲覧。アンデルセンの墓に、落書き、怒れる、若者たちの報復か。AFP。2008年7月3日。マリア・ラートソン。デン・リール・ホフ・フリューア・レッドッ・トフラ・グラム・ゼンド・トゥリスター。ジランズ・ポストン。2018年10月30日。閲覧。フェミニスト・クレーム・レスポンシビリティ・ホースタチュアタック。 BBC ニュース、BBC、2018年10月30日閲覧。リトルマーメイズ・アンエクスペクティット・スイム。BBC ニュース、BBC、2018年10月30日閲覧。飯塚ズカ・人魚に、ブルカ、意味はともかく、日本人観光客は大騒ぎ。読売オンライン、読売新聞社。2018年10月30日閲覧。 リトル・マーメイド・スタチュー・バンデライズド。ザ・アソシエーテッド・プレス。2018年10月30日。閲覧。人魚姫の像がまた被害。青と白の塗料かけられるデンマーク。フランス通信社。2017年7月19日閲覧。人魚姫像に、差別落書きデンマークの観光名所。a t s c o m 株式会社静岡新聞社。 静岡放送株式会社。2020年7月9日閲覧。海に魅せられた50年、マリーンパレスの40年と、海卵の10年マリーンパレス50周年記念誌、編纂委員会、株式会社マリーンパレス。2015年、20ページ。楽々、大阪 j t v パブリッシング。2015年、143ページ。 ISBN 9長7845億3310万5203ぐるっと丸ごと満喫しよう。公益財団法人名古屋港振興財団。2018年10月30日閲覧。土屋政治、安城産業文化公園、電パーク、風力エネルギー第22巻第1号、一般社団法人日本風力エネルギー学会。1998年。 6から7ページ。パブリックアートマーメイドスタッチズスカルプチャースアラウンドザワールド。マーメイズ・オブ・アース。2018年10月30日。閲覧。ティモシー・エプル・イン・エーマーメイド・スタチュー。デインズ・ファインド・サムシング・ロッテン・イン・ステート・オブ・ミシガン。wsj.com。ダウ・ジョーンズ・カンパニー・インク。2018年10月30日。閲覧。ジョエル・リー。 リトルマーメイド、エスレプリカスタチューアンベールドインソール、ザ・コリア・ヘラルド、2018年10月30日閲覧。デンマーク国宝、人形姫の像のレプリカ、観光1 0月に設置。東亜日報、2018年11月1日閲覧。メイド・イン・チャイナ、ジランズ・ポストン、2018年10月31日、閲覧。 ザリトルマーメイドスタチューインテ Statue in d e v o 2010マーメイズ・オブ・アース2014年5月25日閲覧ドータ・ハイデ・ペダルセンホフ・フラン・エーアール・ヒューマイン・エンジランズ・ポストン2018年10月4日閲覧インエー・マーメイド・スタチューデインズ・ファインド・サムシング・ロッテン・イン・ステート・オブ・ミシュガンザ・ウォール・ストリート・ジャーナル2018年10月31日 閲覧プロダクツプライススザリトルマーメイドエドバルドエリックセンズアーヴィンジャー I s 2018年10月31日閲覧雑学教養研究会ザ教養世界三大スープ言えますか新聴者2002年133から134ページ isbn 978から41億455万2009世界の 不思議雑学研究会、図解世界の三大難でも辞典三笠書房、2007年176から177ページ。ISBN 978から4から837963790。ありがとうございます。